まあ、アイディア野球っていうよりはどうやったら勝てるかとか、どうやったら打てるか、どうやったら抑えれるかっていうことなんですよね。その狙い球を絞るっていう、まあ、僕らバッターなんで絞るっていう時の根拠ですよね。例えばスライダーでもいいんですよ。スライダー狙っていくために、じゃあなんでスライダーっていう結論を出したかの根拠を明確にするっていうのがアイディア野球だと思ってるんですね。その中にはやっぱりその一方とデータじゃないけども、データがないと、そのデータの中からいろんな考える相手の心理だとかねを考えて、その球に行き着くというのが、あの多分アイディア野球じゃないかなと。いや、今変化球がそれが入ってなくてストレートでカウント取りきてたので狙いましたとか、そういう何か根拠を見つけていかないと、ただストレート狙ってました、でもスライダー来ちゃいました、じゃあもうか通用しない監督だったので、まず己を知りなさいと、だ自分を知らないと敵だ、自分が何が弱くて何が強くて、自分は相手からどういうふうに思われてんだろうっていうものがないと配球だとかが考えられないので、まず自分を知りなさい、己を知りなさいと。もしかしたら自分が思ってるようには相手は思ってない可能性もありますので、まず自分を知りなさいっていうところから始まってたような気がしますよ ね、 はい。まあ、凄さっていうか、そのずっとミーティングでいろんな話を聞かされて、野村さんの知識っていうかノウハウっていうかね、頭の良さはみんな感じてたはずなんですよ。その野球に対する知識も豊富だし、勝負感っていうのも優れてるし、で僕らね、その同点で後半を迎えた時に監督勝負になった、監督のまあ采配ということがなった時に、野村さんなら負けないなっていうのがあったんですよね、采配では。その人をね、いい 人材を自分の、まあ、適材適所に与えたり、その作戦に間違いはないというふうに信じてたので、その何ですか、安心感はありましたよね。まあ、ややもすると今の中ではそのベンチの中で監督の采配をうって思う時がある選手がいるとするじゃないですか。それが全くなかったですね。そのピッチャーの、ただ代打にしても、そのただリリーフピッチャーにしても、その相手の弱い強いところをよく考えながらこの人材を当てていくっていうのには長けてるって思ってるんで、実際のそうだったので、それは信じきてやってたので、それがやっぱり強みじゃないですかね。いや、本当にこうコメントがうまいというか、選手を乗せるのがこうまいというか、もうマスコミを使って僕らを操作してたような感じはします、はい。まあ、でも野村さんについていけば勝てるというか、まあ、ミーティングで散々叩き込まれて、こういう場面はこうしなさい、ああしなさい、自分でこう考えていろんな、ポジションだったり狙い球を決めなさい、で本当に、もう勝つのが当たり前になってきて、あの負ける悔しさっていうのがすごい、もう負けるね、それまでヤクルトはね、そんな強くないチームだったので、負ける悔しさってあんまりなかったじゃないですか、悔しいんですけど、そこまでっていうかね、だから勝つ喜びより負ける悔しさの方を僕は教わったような気がしますね。